ガチャっていきましょう。今回は青鬼2のマスクガチャ第2弾です。どうやらアップデートで、マスクが3つほど加わったらしいので、こちらの3つ狙っていきたいと思います。あとフワッティがまだゲートできてないんで、これ4種類ですね。4種類を頑張って、コンプリートしたいと思います。で、所持青銭見てください。前回の2倍8000枚集めました。これで400連ガチャできます。やりすぎ感が否めないんですけれど、さすがに400回も回したら4つぐらい出るでしょう。ねえ、100回に1個新しいのが出ればいいだけなんだから、100% 出るよね。超余裕を持ったんで、絶対に揃えられると思います。頑張りましょう。ガチャを回します。フラグにならないでくれよ。頼むぜ。もうさ、これ集めるの大変なんだからさ、お願いします。どうぞ、ドドン、あー、ドロドロマスクね。これはいらない。え、じゃ、もう一回。これさ、課金とかできて一気にさ、枚数集められるならまだしもさ、毎回毎回広告を見て、20枚ずつ集めなきゃいけないからね。すごい大変なの。時間がかかるの。だから、お願いします。お願いします。しかも連続して広告見るとさ、なんか広告制限みたいなの入って見れなくなっちゃうんだよね。すごい時間がかかるんだ。だから、もうね、増やしたくないの。次回またアップデートで増えるんでしょ。その時より取っておきたいから、今回は、500枚ぐらいでなんとか手打ってくれませんか。500枚でコンプリートお願いします。もう全然揃わないじゃん。ちょ、新キャラ出てきてよ。こんなにガチャ運ね、ガチャ率悪いってね、絞りすぎじゃないですか。ちょっとどっかのね、やつ見習ってくださいよ。どっかのやつなんだろう、いい例が、思いつかないですけど。まあ大抵のガチャ絞ってるか。そうだよな、俺ガチャにいい思い出なんてないもん。どっかのさ、ウニ野郎もさね、全然ね俺に揃えてくれなかったし、ガチャ運がそもそも俺ないんだよな。だから、2017年、運よくしてくれない？ダメか、エンコミスしてるし、また、もう、やだ。20でしょ？ 400 でしょ？ 400 で当てられなかったら俺どうすればいいの？どんだけ運ないの？実況者としては美味しいけど。美味しいけど、もう辛い思いしたくないの。できる限り楽に楽に生きていきたいの、俺。だから辛い思いさせないで。お願いします！出てきて！カロンベイベードン！あ、もう、マッチョはいらないって。で、ライズアップ帰れ。うん、さあ、新しいキャラ3つ増えてるけどさ、その新しいキャラが何なのか全然下調べもしてないんだよな。どんなキャラクターが出てくるのかっていうの下調べしてないからさ、やった出てきたって言ってさ、何を狙えばいいか分かんないんだよな。フワッティしか今確定してるのないもんね。4つのうち1つはフワッティということなんですけど、残り3つが何かが分からない。ちっちゃくなっちゃった。中間サイズとか出てこないかな。中間サイズは普通のやつか。あと何が出てくるんだろうな。青に2016で出てきたようなキャラクターも出てくるかもしれないね。あのなんかウニみたいなやつとか、ゴキブリみたいなやつとか、出てくるかもしれない。お願いします！新しいの見せて！俺に輝きを、サムネ用に一人だけでもいいから、お願いします！ドン！あー、増えちゃった。目が増えちゃったよ。先見の目がある2017年を 見通すっていう、そういう意味を込められてるのかな。ちょ、新しいキャラ、ここまで来て1個も出てきていない。あー、もう、リューチェルはいらない。もう300枚も使っていて、300枚集めるのも大変なんだぞ、これ。8000枚もポンと集めてるけど、1000枚集めるのでも相当苦労するんだよ。それなのに出てこない。マジか。これやばいよ。ね、8000枚集めるのも大変だけど、これね、8000枚分ガチャ回してる最中喋るのも大変なんだよ。喉が死んじゃうの！お願い！俺の喉を助けて。今日空気乾燥してるからさ、このまま喋り続けると、私、喉がね、壊れてしまうかもしれないんです。今日ね、ガチャ以外にも動画撮りたいの。今日撮らないとね、しばらく動画撮れないからさ、今日のうちにため撮りをしときたいんです。お願いします。私に喉のね、力を残しといてください。お願い。はい！もう！全然出ないじゃん。なんなのこれ。むしろさ、新キャラ3つって星いくつなんだろう。星3つぐらい。星3つだったらまあしょうがないかもしれないけどさ、2つや1つのさ、何、レア度だったらさ、出てきてもいいんじゃない？絞りすぎだって。そんなに広告を見させたいか、そんなに広告収入を得たいか、やめて！お願い！めっちゃ広告見て貢献してるんだからさ、出してよ。出してよ、お願い。これスキップしてもいいんだけどさ、スキップするとさ、効果音がなくなっちゃうんだよね。ちょっと一回やってみる。スキップすると、こうやって、ドーンって言わないの、ほら。なんかさ、ガチャっぽくないでしょ？迫力がないし、出た時の嬉しみがないから、スキップはしないようにしていきたいの。だからすごい喋らなきゃいけないの。10分以内に収めたいの、しかも尺は。長すぎるとぐだるから、10分以内に収めたい。お願いしますよ、もう。来たこれ！
けていいよ。俺はたった今、ドン。あーそーい。こい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 。そうそう言う。3、2、1。いい加減にし。でんでんでん、でんでんでん。よいしょ。そーい、ビットな。たまたまに。これ鼻血出して怪我してるよ。新しいマスク変更します。これなんだろう、ちょっと見てみようか。やっと来たよ、800枚使って。これ何ガチャ、あ、名前とか出てこないんだ。なるほどね、怪我してるんだ、こんなズタボロにされちゃってボコボコにされた後の青鬼ってことか。でもすごい笑顔なんだけど、ド M 青鬼ってことなのかな。やっと来てくれたよ、800枚、800枚使ってやっと出てきました。800枚で1個かってことは、出てくるね、全種類。4種類全部使っても3200枚しか使わないわけでしょ。全然余裕ある。これ全部揃うぞ、今回。やった、お願いします。この調子でガンガン、ガンガン新しいの、お願いします。ドドンドンドン。めっちゃ諦めモードだったのに、片肘ついてやってたら、ついに来たよ、ふわっぴー、星3つ待ってたよ、君。ふわっぴーはなかなか出ないって聞いてたから、これは嬉しい。これで全バージョンのやつは全部ゲットしたってわけだね。じゃあ、あとは新しい2バージョン。2バージョン実績されてない可能性もあるんだよね、まだ。実装か、実装。一応ね、発表されてるこの包帯のやつは、モザイクで、発表されてたんで、なんとなくわかるけど、右と左の二つあるかな。とりあえずまだね、余裕あるから。6590枚もあるから、出るでしょ。あるんだったら出るでしょ。頑張りましょう。回します。おお！出てきたよ。めっちゃもう、何回か出てこないだろうなぐらいの勢いだったから喋りやめてたのに普通に出た、ガリガリ君が来たよ。やった、ソーダ味かな。え、すげえ、超順調じゃん、ガリガリ君。ってことは右一個も絶対あるな、これ。太いのと来てガリガリして、怪我が来たから、次何が来るんだろう。想像できそうな気もするけどな、形デブ、ガリ、すげえヒョロ長とか。でもそれだとガリと被っちゃうか、なんだろう。コンプリートできる、これ。頑張ろう。まだ余裕ある、全然。頼むぜ。おー、来たー、コウモリ男。やっと揃ったぜ。約3300枚。利用して。コンプリートしました。コウモリかわいいねチースータロカーンみたいな感じで飛んでくるわけか。すごい、なんかアイコラ感がすごいけどコラ感がすごいけど、やったぜ。いや、全部揃うと思わなかった揃わない方が実況的には美味しかったんだけど、まあ、飯うまってことですよね。皆さんにとっては飯まずな動画になってしまいましたが、見事コンプリートすることができました。ありがとうございます。やったぜ。残りの5つは、アップデートで、多分ね、物語が加われば、取れるようになるとは思うんですけれど、現段階で取れるものは全てゲットしました。ガリガリくんと、怪我したミイラくんと、コウモリ男くん。そして、フワッティですね。フワッティやってる最中に2回出たんですけれど、はい。見事コンプリートできました。よかったわ。苦労して、青銭集めた甲斐があったわ。超嬉しい。ああ、よかったー。はい。じゃあ残りね、4790枚あるんですけれど、まあ、後々アップデートでね、また新しいマスクが増えると思うんで、その時用に、またコツコツ貯めておこうか。ね。次回までに1万枚くらい貯めておこうかな。いやー、4000枚貯めれば今回 OK だったね。8000枚も集める必要なかったわ。もう超時間かかったけど、見事クリアできました。ありがとうございます。クリアじゃねえや。コンプリートできました。はーい。皆さんも、
コンプリート目指して頑張ってみてください。4000万円ぐらいあればコンプリートできるみたいなんでまあ前回のと合わせて約8000万円ですね。8000万円集めれば、まあ、コンプできるみたいなんでね、皆さんも頑張って集めてみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。すっきり寝れそうだな今日はお疲れ様でした。